ましょう。僕風ゲームでございます。ウィラプリ2020動画やっていこうということで、今月メイン選手仕様、こちらのレジェンド伝説若ベッカムを使っていきたいと思います。ベッカムはベッカムなんだけど、昔からずっといるねベッカムではなくて、新登場のね、今週ガチャに新登場してる若ベッカムでございます。このベッカムがやばいこのベッカムマジで強いです。ぶっ壊れてるんですよね。まず中盤の選手でオフェンスセンス93ってやばいでしょ。グランダパス、レパス、カンスト、決定力見てこれやばくないこれ。中盤系メイン選手で決定力94までいく選手はほぼいないです。このオフェセント決定力もうセンターフォワードばりの高さしてるんですよね。キック、カーブ、やはりですねフリーキックだったりが非常に強い。握力93、フィジコン、ボディコン、スタミナあるんですよね。そのこのフィジカルコンタクト90も結構ポイントだと思ってて、体負けほぼしないですよね。コンディション安定度8といったところで、昔からいるベッカムとどっちが強いんだっていう話なんですけど、まあ、総合的に見たら完全にこっち。ヒルのところワンパ持ってるんですよね。そう、ワンタッチパスをね、昔からいるベッカムは持ってないんで、この若ベッカムはほんとエグいんですよね。今だと総合値がね、右サイドハーフのところ、まあ、初期ポジ設定93なんだけど、OMF で起用すると、総合値2アップして95まで行くんでね。やばいでしょ、ベッカム。だから今回ね、OMF 総合値95ベッカムを使ってね、試合の方やっていくんでね、若ベッカム使って試合の方を早速やっていきたいと思います。行きましょう。レッツゴー。OMF でね、総合値がね、2アップするからね、ここもでかいですよね。ゴッゴッ、あーすごい。そして、後半8からの絶好調で前線もかなりいい感じ。てかまあ、スタメン組が調子めちゃくちゃいいんで、もう、このまま続行でね、ベッカムで、まあ、アシスト、レバンスキー、ラインブレイク見ながらですね、しっかりゴール文字も狙っていきたいで、サラー、ロナウドで、あー、飛び出し、デレアリ来て、ビエラにファンダイクで、アリソンですね。よろしくお願いします。よし、ということで行きましょう。気合入れていこう。集中してね。まあ、ベッカも結構何でもできちゃうんで、本当に。OK、まあ、この辺しっかりしながら、うまくね、今さっきもね、ちょっと抜け出してあれしたんですけど。いやー硬いっすね。もう一回ベッカム欲しそうにしてるなこれ。お、開いた。ベッカムが開いて、コントロールカーブ、しっかりゲットを決める。開いた。ベッカムが開いて、コントロールカーブ、しっかりゲットを決める。オフェンスセンスのね、やっぱ高さとかもあるんで、無印の状態で非常に動き良かったですね。あそこら辺でしかも決めきるからね、決定力94はやばいでしょ。これはありますね。いやー、いた。ベッカムまた来た。これもコントロールカーブ。いやー、止めるか。惜しかったね、今。サンキュー。ベッベッカムナイスアシストかな。よーし、オーケーオーケー、ナイスアシスト。ベッカムナイスアシストかな。よーし、オーケーオーケー、ナイスアシスト。まあ、やっぱあの辺でパスのグラパスも99あるしね、強いなー。これビエラもそう。タッペのワンツー怖いなー。にゃー、やられていく。いやー、やられたなー。ムバッペの、やっぱムバッペ早いっすね。早い。鬼の速さ。よし。ベッカム、えっかー。ドリーマーでかってか、ボディコンの高さとかも多分、効いてくると思うんでね。ダイクがめっちゃ怖い。OK。アシスト、メッシー。よし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 。パスずれることないんじゃないかレベルというか、もうあの辺で通せたらほぼ得点に絡めるぐらいのね。フィニス入れてワンツーでいいかな。 OK、 前半3-1、ナイスベッカム。なんかもう得点のポイントポイントになるよね。コンカとかも決めたよね。いや、これはもうレバー一切ないと思う、多分これ。ちょっとあれしたか、レバーでいってよかったな。ワンタッチシュート、いや惜しい。さあ来ましたよ、ベッカムの見せ場、コーナーキック。フレースキックの高さからね、異常な精度を誇っていく。ここ
これどう？うわぁ、しっかこれどう？うわぁマジで惜しいんだけど、入りかけたんだけど。そろそろでもね、スタミナとか。おー、ということで、ここで切断ですかね。はい、ということで、及川先生勝ちですね。ベッカムがさ、やっぱ、オフェンスセンスと決定力が高さが効いてますね、かなり。ベッカム強いということで、まだまだいきましょう。レディッコ。はい、ということで、まだいきましょう。若ベッカム、ゴーにしゃべ。よし、オッケー、普通で。おー、ケイン絶好調か。どうしようかな、これ。ケイン・ネイマールで行く？この試合。この試合逆にちょっとツートップ変えてみましょうか。ケイン・ネイマーで行って、あとはいいかな。これでロナウド、レバンスキーにメッシ。で、ブスケツ、ティアゴ・アルカンタラでオリバー・カーン、キーパー来ましたね。よろしくお願いします。試合、ということで行きましょう。OK？ OK、OK。これはベッカム、いい位置獲得ですね。ここはベッカムの見せどころでしょ、これ。これはベッカムで決めるぜ。フリーキックの名手アンダベッカムは、よっしゃーベッカムで決めるぜ。フリーキックの名手アンダベッカムは、よっしゃーいやー、今のはもうね、あそこしかないよ、下の方は。ないぼ。で、どうする？ワンツーでいいな。いやー、ちょっとやばい。カウンターだ、これ。クリバリ間に合うか。クリバリ、クリバリを叫べば取れる。よし、うっちオーケーオーケーオーケー。前半 1-0。 よし、ということで優勝は、まあ、前半でかなり硬い試合だったけどね。フリーキック1個のところからもうベッカムが違いを見せてくれましたね、あそこは。バンパー、ここ、いや、内部、内部、キーン決めてくれ、気合で、気合だ。うまい。じゃ、耐える、ここね、我慢。うっそろ、うまっ、危ねえ。いや、今のはね、なんかすごい目でしたね。これな、もう一点奪えたらでかいんですけど。あるな、でも。よし、いやー、これはファウルないが、ないぼ。よしよし、いやー、ベッカムあるぞ、まだベッカム。最後来たかったけど、ただベッカムのフリーキックのこの1点がですね、いや、マジでハイライトここぐらいじゃない。このもうオリバー・カーンがマジギリ触りそうだからね。ただベッカムのフリーキックで決めれてよかったね。ただまあまあ試合のなんか動画的にはね、ちょっと他のところで得点取るというのがね、1試合目みたいになかったから、ちょっと物足りないかみたいになっちゃったけど、まあフリーキック取れたんでね。ただちょっともう1試合やっていきたいかな。さあ、ということで若ベッカムレジェンドラスト試合3試合目いきましょう。こよし、オッケー、好調。おう、ビエラが不調ですが、ここはね、続行という形でいきたいかなと思います。クロースビエラからのファンデイクでアリソン、ツートップはロナウド、メッシということで、よろしくお願いします。シャイフォーということで、バカベッカム、この試合もね、まあ、先ほどの試合はなかなかやっぱ硬い展開の中、フリーキックでいってくれたんでね、勝っても負けてもね、3試合目これラストになるので、クロスかな、これはラッキー。ベッカム、ナイボ、いや、あれはタイでしかも決める。ベッカム、ナイボ、いや、あれはタイでしかも決める。これ、あの正確さで通すもんな。で、レバンドスキーもなかなかぶっ壊れてましたね。あれダイレクトで、まあ、蹴ってみたけど、あれ入るんだっていう強さですね。ナイス、当てます。よし、あー、惜しい。
ベッカムでミドル打ちたいな。オッケー。いやこれきついですね。ちょっとかたいなぁ。そしてこういうの結構効くよね。やっぱあの辺のキックフェイントって結構効きます。ああこれ無理か。 OK つないゼロ。よしということでね、この後半で何点目にしよう。くぅ怖っ。 OK スライド。ベッカムが開きましたねこれ。ナイス落とし。ああ惜しい。危ねえ危ねえ危ねえ。ビエラダイレクトシュートはやばい。あれダイレクトシュートやばい。でこれベッカムが前に残ってるんですよね。来ないときはで、いやこれいけますね。これこれが入る。ベッカム、うん、いやこれいけますね。これこれが入る。ベッカム結構ね高い位置に残ってくれるんで、やっぱりオフェンスセンスの高さだったりでグッて巻いたところでちょっと残りながら前線でのなんていうかな、あと縦からのライボライボ絶対絶対。ああ絶対ちょっと伸びたか。ちょっとストレッチマンしちゃったけど今の形ですね。まあ時間的にはまだねギリある感じなんでね。そしてここよし、レバキー。あーマジ、おメッシュ、ちょっと待って、あーちょっと待ミスった。いや今いけてた。マジか、ミスったけど 2-0 ナイス勝利。メイン選手仕様、若ベッカムレジェンド新登場でした。ベッカム試合前から出てたけどね、若ベッカムは、ね、初登場のところですごくね楽しく試合できて、またいろんな選手を使って試合やっていくんでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。当たった方にぜひ使ってください。マジで強いんでね、また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピアルポー。